はい、皆さんおはようございます。マモルです。はい、こんにちは、こんばんはでしたね。はい、その前回はダンスタッドソリデを、まあ、攻略して、まあ、占拠して、まあ、ソリチュードに今戻ってきました。これからティリウス将軍に報告ですね。あれですね、それと、あともう一つ報告があるんですが、その、2月ですね、2月の、その、スカイリム実況プレイ、そしてハンテッドですね、まあ、それがちょっと、動画がアップできないということになりますね。それはなぜかっていうと、あれですね、その、まあ、自動車学校に、行かなくてはならないので、まあ、免許取るんですね。ならないので、まあ、ちょっと、動画実況はできないということで、まあ、ちょっとね、まあ、完全に動画をやめるわけではないので、必ずアップしますんで、まあ、気長に待っていただけるとありがたいです。はい、ティリウス将軍。反乱軍に奪われたら、奴らは銀の鉱山から資金を得、そして戦力を増やして、もっと暴れ回るだろう。ペイルを奪えば、ドーンスターの港も手に入る。そうすれば、ウィンドヘルムも射程圏内だ。ウルフリックはゆっくり眠れなくなると思わん。各戦闘で勝利をもたらすのは、十分訓練を積んだ兵士たちだ。戦争の勝利をもたらすのは、神から才能を与えられた選ばれた者たちだ。軍事長官へ昇進だ。この剣を与えよう。私からのプレゼントでもあり、新しい地位の印でもある。それを持つ資格があるからな。おー、やった、軍事長官になりましたよ。次の命令は何ですか、閣下。という前にちょっとあれですね、多くの盾をもらいましたね。どういうことなんですか。新しい剣だって言っておきながら盾を出すっていう、なんてひねくれもんだ、あんたは。リフトにある我々の野営地へ向かって、ストームクロックの連中をちょっと驚かせてやる。神のご加護。いや、ちょっとあれですね、私的なもので、まあ、動画アップをやめてしまうっていうのが、ちょっとやめてっていうか、まあちょっと中断してしまうのがちょっと悔しいですね。まあ1ヶ月なんですけどね。まあその免許取ることに専念したいと思います。まあそんな免許取りながらゲームしてたらちょっとあれですよね、ちょっと落ちる確率が高くなるんで。てか、その、免許、その学校の、ちょっとね、風景とか、その、習い方とか、まだ全然もうわからないんでね。いや、こんな皮肉まで言われてますが。本当になんか不安ですね。どんな感じなんでしょうかね。知ってる人とかいたら、まあぜひコメント欄に教えてください。と、あれ、マーカーがないですね。どういうことなんだ。これ出てますけど、取り戻すとか言って出てますけど、なんかマップに出てないですね。どういうことなんでしょうか。
いや、そのスカイリムの実況を見てくれてる方は本当にありがたいですね。まあ、そのチャンネル登録者もまあ着々とその数が増えていってるわけですけど、本当に継続して見てくれてる方、本当にどうもありがとうございます。まあちょっとね、皆さんが言うには戦闘の時のその快楽殺人者のようなそのなんか殺し方が面白いっていうことで好評いただいてるんですけど、そのなんていうかゲームって楽しむもんですよね。なのでまあちょっと自分なりに楽しむにはまあそういう風になっちゃうんですよね。あ、やっと出ましたね。ここか。ユバルストが一番近いようですね。まあ本当にあれですね、イバルステッドにはお世話になりますね。ああ、レベルも一つ上がりました。26になりましたね。まあ、その、幽霊まあ、死体を生き返す魔法があるんですけど、それでまあ、刀剣を上げてたんですね。生き返して切り刻んで。で、そして、そしたら刀剣上がって、まあ、レベル上がりました。まあ、刀剣はね、早く100にしないと、まあ、強い攻撃が使えないのと、まあ、レベルも上げたいっていうので、あれですね。まあ、召喚も上げると、その2体召喚できるんですが、まあ、最終的になると、ドレモラロードとかももうクズになっていくんでね。あれ、これは俺の馬ですね。その道端で手に入れました。この馬に乗る、その動画は初めてなんじゃないかと思います。いいですよね、馬。こうやって、ダッシュボタンで走れますね。まあ、馬もね、体力があって、無限じゃないんですよね、走れるのが。なので、まあ、こう、馬の体力に合わせて気を配る必要があると。まあ、そういうことですね。お、雲。そのね、馬も戦いに参戦するんですけど、弱いんですね。すぐ死んじゃうんで、まあ、気を配らないと大変ですね。こっちかな？私の考え、そう読んでいます。こっちだ、こっちだと知ってますね。お、やっぱり当たってたようですね。もう、急にテントが、マジでビビりまして。よし。まずは、RPG ならではの、人の勝手に家入って、こう、散策しても怒られない状態を、まあ、やりますね。油断するな。ストームクロークの誘導、いつ襲ってくるかわからない。なんでこれ取れないの？じゃあ、立刑特使。最初は辛いな。変わったことはない？いつでも大丈夫だ。行き先はリッペン。密偵の報告によると、市長の執政アヌリエルは、盗賊ギルドとつながりがある。これが公にされたら都合が悪いはず。彼女の腐敗した活動の証拠をつかんでほしい。協力を得る材料として利用するために。忍術と資料深さが要求されるのです。市長の英雄は、執政の質を引っ掛けますのに、容疑はしないでしょうね。証拠を手に入れ、アヌリエルの協力を取り付けてこよう。素晴らしい。頼りになるわね。心からの賛辞ということで、まあ、証拠を見つけるということで、まあ、ここでミッションが切り替わる。